お世話になります、ひとりでございます。色違いミュウといえば非常にレアで、ポケモンの本編シリーズだと入手はかなり困難なポケモンでしたが、ポケモン GO で入手できるようになったんですよね。とはいえポケモン GO でも入手は難しく、トレーナーレベルは40が必須で、ポケモンを合計数千匹は捕まえる必要があり、本編ほどではないですがかなり大変かと思います。私はいわゆる後発組ですが、そんな人間が色違いミュウを手に入れるためには一体どれくらい時間がかかるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は後発組は色違いミュウを入手するまでに何日かかるのか検証していきたいと思います。はい、ということで、もうそろそろね、ミュウ捕まえれるようなところまで進めておきました。まあこれね、ミュウのタスクが始まった2021年2月20日からもう撮ろうと思ったんですけど、別にそこでなんか、これからイベント始まるぞとか、なんかそういう合図みたいなのとかって特にないっすね。一応博士の喋りみたいのはあるんですけど、それぐらいなんで、なんかわざわざ撮る必要もないかなっていう感じだったんで、もうこっからいきなり始めちゃいたいと思います。で、ちなみにこれ知らない方のために一応補足しておきますと、ミュウ捕まえるためにね、どんなタスクがあるのかっていうと、例えばグレートスローを151回投げるとか、あとタイプ別にね、ポケモンを30匹捕まえるとか、あと151キロ歩くとかですね。まあ、これってなんか一見そんな難しくないような感じじゃないですか。でもこれ実際やってみると結構意外と難しいんですよね。まあ、とはいえ私なんやかんやでもうあとちょっとでクリアできますので、そこをお見せしますこれから。でこの画面の右下のところを押すとこのように出てきまして、でスペシャル続行リサーチ151、4分の3みたいな感じになってると思いますけど、これであと、フィールドリサーチタスクを151回達成するが、もうあともうちょっとでクリアできるんですね。ここクリアして終わりです。これもかなり大変でしたね。しかもね、これね、ミュウのねタスクの嫌なところって報酬がねしょぼいってとこですよね。まあこれはまだいいですわ。なんか孵化装置3個ですから、これはまあ悪くはないですよね。そんなに、ただタイプ別のポケモン捕まえるときなんて30匹捕まえるのもう1ヶ月とかもかかる場合もあるのに、あれで経験値151だとかだけだからね。本当にしょぼいから。それマジでイラつきましたけど。まあ、とりあえず終わるんで、やりましょうか、これ。うわ、すげえポケモンいっぱいいる。はい、これで、ここか。ここで、まず、ちょうどね、もう3個ね、達成してあるんで、受け取っていきます。はい、これで、いいですよ。1個やって、それで、ここポケモンですね。ホルビーだ。よし、150になった。あともう1回。すごい緊張するね。これマジ本当に時間かかったからね。なかなか大変だったから本当に。はい、これで終わりかな。あともうちょっとだよ。よし、捕まえた。やった。このなんか棒読みみたいなフォントですよね、これ。ラス1来ました。これで151。ようやくだよ本当に。めちゃめちゃ疲れたわこれ。はい、行きますよ。リワードを受け取る。いけ、よっしゃ。ここで出てくるのかな、もう一個かな、一回挟むのかな、これ別のポケモンかな多分。ここは、はい、星のかけら。星の砂じゃなかった、星のかけらだったわ。その名前すら覚えてない。あ、これがミュウかな。もう AR モード。あ、来た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 。今目の前にカメラあるけど、来た。消えちゃった消えちゃった。ちょっと待って、消えないでよ。ちょっと待って待って、行くぞ、みんな行くぞ。色違いミュウ、行け。 OK 来た。いいよいいよいいよ。こんなとこで捕まえるっていうね。もうカメラで捕まえるっていう。おい、カメラの前でなんでお前いんだ。カメラの前。今、この辺にいるよ、この辺に。なんでやねん、あんた。ちょっと待ってよ。捕まえさせてくれよ。オッケー。なんでこんなカメラのとこで。やめてくれ、それは。おい。ちょ、待てよだよ、これは。どうすりゃいいの、これ。はい、行け。これグレートとかに鳴らせるのどういうにやんのか分かんないよね、これ。私、今まで何匹か捕まえてきましたけど。お、来たかな。よっしゃー、やったー、棒読みの、やった、ミュウを捕まえた。オッケー。あ、パイルの実とか使えないんだけど、これ。まあいいや、とりあえず捕まえた。いいね、色違いミュウゲットだ。ゲットだぜ、だろ。これまさにポケモンゲットだぜの、あれだわ、本当に。で、虫の抵抗と地鳴らし覚えてると。なんだよこの組み合わせ。なんでやねんだよ本当に。いくよ、これで個体値見るよ。ポケモン調べてもらう。お、あー、全然、まあこれも悪くはないか。でもすっげー悪くはない。悪い時もう尋常じゃないくらい悪いからね、これ個体値。まあ攻撃がマックスなだけいいんじゃない、まだ。まあそこはいいでしょう、気にしなくて。よっしゃー、ミュウゲットだぜ。オッケー。こういうふうに動くね、ちゃんと。しかもおっしゃーゲット。これでなんかあんの、話あんだっけ、話なんか言われる。
ついに色違いのミュウを捕まえたんだな。実感が湧かないとは思うが、今日は自分を褒めてやってもいいぞ。なんで上からメスなんだよ、そんな。私も少しは貢献、いやー今日は船乗りの歌を歌っていただけだからな。何をやってんだよお前。手塩にかけてトレーナーを育てたとは言えるか。言えねえよ。いずれにせよ君の努力が実を結んだ。素晴らしいことだ。ありがとう本当。様々なポケモンと出会い、バトルの腕を磨き、相棒との時間を楽しむことができるのもポケモンのおかげだから、ポケモンにも感謝だな。なんか今のさ、腕時計見たの、もう時間ねえから早くしろみたいな感じに感じたけどね。トレーナーとしての生活には思い出、夢、冒険が溢れているものだ。今回の調査はそれを体感するような調査だったと言える。これからも頼むよ。また会おう。それまで元気にいこう。ありがとう。あ、これでもらえるね。これも少ないんだよ、だから。なんか星の砂1510でしょ？少ねえよ。で、リワード受け取る 5100XP。まあまあ、これはまだマシだけどね。もう一番ひどいのだと、本当に、151とかあったからね。マジであれひどいよ。はい、で、これ1510。これも少ないけどね、本当は。はい、で、これで、もらえるのが、技マシンスペシャル。こんなのもうたくさん手に入るから、普通にやってれば。で、ミュウの雨20個。これはありがたいね、普通に。はい。で、ミュウの、T シャツ。オッケー！初めてここが空っぽになった。博士から調査の依頼があれば協力しよう。うわ、すげえ。私、本当に高圧組でずっとこういうのあったんですよ。こういう幻ポケモンのやつのリサーチがずっと残ってたんですよね。それ期間限定とかじゃなくて、もうどんな人も今から始めた人もそのリサーチとかできるんで、ずっと残ってるんですけど、それ私ようやく初めてこの場面が見えました。だからよかったわ。はい、ということで、改めてミュウ見てみましょうか。はい、ここで。はい、ミュウ来たー。いいねー。1381。キラキラ光っとる。めちゃめちゃいいね。やっぱ色違い見よう。もう一回見てみようか、これで。えい、来た。来た、いいね。めっちゃいいじゃん、これ。近すぎるのでって言われたよ。はい、写真でも撮っとこう。はい、撮っときました。すごいアングルが悪いけど。この狭い部屋じゃ、ちょっとここまでしかできないけど。マジかよ、こいつ。ほんとに。すごい、すごい。こんな動いてる。やっぱいいね。でもこいつがこんな簡単に手に入っちゃうんだからね。まあ大変だったけどさ。まあということで、色違いミュウとの遭遇に感動しましたと。で、今回重要なのは、どれだけね、日数かかったかってことなんで、それ見ていきましょうか。で、始めた日、ここの通り、照明、2020年11月19日でございます。こっから始めて、今に至るわけなんですね。で、今の日付がこちらですね。8月27日金曜日の17時48分でございます。ということですから、かかった日数はちょっと計算してみますね。はい。日数は282日でした。イエーイかはどうかわかんない。全然これがどっちか、悔しいか嬉しいかわからないっていう感じでした。まあでも280って聞くと、感覚的にもう365日きれいなっていう感じしちゃいますからね。そう考えたらめっちゃ長いのかな、やっぱ。で、一応ミュウのそのタスクが開始されたのって2月20日からなんですけど、じゃあそっからの日数も一応ね、計算しておきましょうか。ミュウのタスク開始からの日数は、バン !189 日でした。喜べばいいのか、ちょっと悲しめばいいのかわからないっていう感じですね。まあでもこれだけ考えても、相当長いっすよね、やっぱり。まあ、約6ヶ月もかかってるわけですから、半年ですよ。それでようやく色違いミュウゲットしたっていう。まあもちろんね、今回は私ミュウのためだけに、こういろいろやったわけじゃないですよ。もうなんか他のこととかもやりながら、まあついでにそのミュウのタスクもできるところはやってこうみたいな感じでやってたんで、ミュウを最速にゲットしようっていう風に思ったら、もっと早くできるとは思います。で、まあどんなところが大変だったかっていうと、タイプ別の30匹ポケモンゲットみたいな感じですね。それで一部ね、その時期とかによっちゃ出ないポケモンとかいるんですよ。私確か氷タイプとかアクタイプとかドラゴンタイプとか、そのあたりなかなかね、ゲットできなくて苦労した気がしますね。それでロケット団と戦って、そのね、ロケット団のポケモンをゲットするみたいな感じで、なんとか数字稼いでたっていう感じですね。その期間が多分一番長かったかな。で、やっぱそんなね、ポケモン GO 毎日毎日ずっとやってるっていうわけじゃないんでね。私も普通に家から出ない日ももうすごいものすごくありますし。で、出たとしても手動でゲットなんかしないですよ、ほとんど。そんな時間ないんで。モンスターボールプラスで、その自動捕獲できるやつで、繋いでおいて歩いてる間はゲットしていくみたいな感じだったんで、こんな遅くなっちゃったのかもわかんないですね。色違いミュウ今から捕まえるってなったら、多分ほぼ無理っすよね。確か配信のアイテム使って再発展のことだっけ？そこ行って、
やるしかないんですよね、正規の方法は。なのでそれを考えたら、まあ、こっちのが楽なのかもしんないですけど、それでもまあ半年はかかりましたからね。ポケモンマジでやろうとしたらガチで鬼畜ですね。ということで検証結果、後発組は色違いミュウを入手するまでに282日かかるでした。約9ヶ月ですから、色違いミュウを入手するためだけにやるとしたらかなり辛いですね。でもこの辛い過程は私にとってすごく楽しく、まるでアミューズメントパークで遊んでいるかのようでした。